よく見られるんですよ。非科学的とか効率が悪いとか言いますけど、格闘技って科学を超えるものがあるんですよね。無駄な練習っては一つもないんですよね。できない人言うんですよ、そんなに練習って意味ないとか、普通できない、集中力があると言うんですけど、僕はできるんでだから大丈夫です。大丈夫。総合チャンピオンだった時によく言われる、何々選手チャンピオンだけどキックだったら俺は勝てるわとか、そしてキックボクサーが調子乗るんですよ。あいつ総合では勝てるけど俺の土俵だったらもう負けねえぜみたいな、ムエタイルールだったらボクシングだったらそういうやつがいっぱいいるのに、あいよじゃあいつになってやるよっていうスタンスでやるのが本当の強さだと思います。全土俵で勝てる選手が本当の格闘技選手だと思うんです。スポーツやるつもりはないんで、格闘技選手になりたいんですよ。ベルト争奪劇ライジン46、王者鈴木千尋、挑戦者金原正則。